厳しい中、よく皆さんここまで頑張ってこられたと。私は大学生で一番大事なことは問題意識を持つことだというふうに思っています。いつもの力を発揮して頑張ってください。この0円のものをお金に変える、これが私たちが考えたファストファッションについて言及しているのを知って、興味を持って米粉パンをぜひ食べてほしい、ぜひ食べて知ってほしいということが私たちの考えです。口コミサイトの利用が衝動買いを抑制しているのではないかという仮説を立てました。履歴書の顔写真必要なのかどうかという形で、投稿されている方がいらっしゃいまして、もう一つは、スキンケアの費用が増えたと答えた方が 27% いました。平均年間給与が高い企業の方が生産性、収益性ともに高いことが分かります。一人一人に合わせたペースト状の材料を使い、オリジナルのお寿司を提供することができます。されてサーバーに送られ、個人情報と票が切り離されてからのみ票としてカウントされます。アメリカ発祥で飲食店で食べ残しをした際に持ち帰ることができる容器やバッグのことです。おめでとうございます。みんなとこの賞を取れてとても光栄に思います。ありがとうございました。西山鈴鹿さん、若者の消費活動と環境問題への意識。学生研究発表大会において優秀な成績を収めましたので、ここに表します。おめでとうございます。この研究発表大会の前までに支えてくださった、私の研究に協力してくれた学生やダニエル先生のおかげで、自信を持って、発表することができました。西山さんは、だいぶ前から、このテーマを、まずは自分で選んで、特に今日本にある、大きな社会課題の中で選んで、今日は最優秀取れて本当に良かったと思います。で、本当に本人の努力次第で素晴らしい、研究だと思いました。日本には日本のいい解決策があると思ってて、それが全国どこの国も共通である必要はないとも思うので、今後大学院に進学してもっと環境問題について深く学んで、どうか環境問題を止める一つの力になれたらなというふうに思います。エントリーシートに書く上で、その内容であったり根拠というよりは、チームとして活動する上で、何が大切かということを、エントリーシートに書きました。今日の発表のことももちろん書いた方がいいと思うんですけど、それよりなんで研究をしようとしたとか、それまでにチームでどうやって頑張ったとか、そっちの方のエピソードをより詳しく書いた方が私はいいかなと思います。本当に全ての方は素晴らしかったというふうに思います。ぜひともですね、これからの泉市の施策も生かしていきたいなと、学ばせていただいたこともございます。社会を見ていくための一つの大きな物差しを得たと思って、なんか引き続きこれからのですね、社会人やその学生生活に生かしてほしいなと思いました。何よりも自分自身も学び続けないといけないなということに気づかさせていただきました。今日は皆さんありがとうございました。大変皆さんの発表自身が、社会性を帯びるといいますか、世の中の動きだとか、これからのトレンドだとか、何をしなければいけないのか、学生として、あるいはこれから社会人として、そういった視点がですね、非常に色濃く出てるような気がいたしました。私は本当にここの教員であることを今日は誇りに思いました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。今日はですね、大変立派な発表を聞くことができました。どうもありがとうございました。